豆苗。それは失敗知らずの楽うま食材である。楽うま。それは簡単下ごしらえ、素早く調理、シンプル味付け、ゆえに楽でうまいという意味である。村上農園 YouTuber 部。こんにちは、村上農園です。辻さんは新入社員としてこの村上農園 YouTuber 部に入ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。突然ですが、料理ってお家でやってますか？そうですね、いや正直料理は好きなんですけど、仕事終わってからクタクタでできてないんですよね。いやそうですよね。いやその気持ちめっちゃわかります。でも大丈夫、そんな辻さんにぴったりの豆苗を使った楽うまレシピがあるんです。豆苗は簡単下ごしらえ、素早く加熱、シンプル味付けで美味しい。だから失敗知らずの楽うま食材なんです。そこで今日は電子レンジだけでできる豆苗キムチクッパを一緒に作っていきたいと思います。え、クッパってそんなに簡単にできるんですか？いやそうなんですよ、実はできちゃうんです。なので一緒に今日は作っていきましょう。はい、頑張ります。村上農園。今回の食材はこちら、概要欄にも記載しておきますのでチェックしてみてください。じゃあはじめにそのどんぐりにですね、卵とごま油以外を全部入れちゃってください。え、全部入れちゃって大丈夫なんですか？そうなんですよ、もうめっちゃ簡単なんで、もう早速入れちゃいましょう。村上農園。はい、もうあっという間に完成しちゃいました。イエーイ。これすっごく簡単で、鍋も包丁も使いませんでしたよね。そうなんですよ、簡単ですよね。作る前はちょっと不安だったんですけど、いやこれはもう失敗しようがないですね。いやこれ味もバッチリなので、ぜひ食べてみてください。はい、いただきます。美味しいです。もう電子レンジだけで作ったとは思えない本格的な味がします。あと豆苗とキムチとえのきのシャキシャキ感がいいですね。これ一品で野菜もお肉もご飯も入ってるんで、満足感たっぷりじゃないですか。確かにこれでお腹いっぱいになりますね。村上農園、今回の楽うまレシピいかがでしたか？本当に美味しくて簡単だったので、皆さんもぜひ作ってみてください。この動画の高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。村上農園の辻でした。バイバーイ。村上農園 YouTuber 部。